皆さんこんにちは。先日はですねペヤングのタンタン極辛タンタンですか、うん、まあねは食べれませんでしたね。いやもう辛すぎというか痛すぎ俺だから生まれて初めてあんな食べ物を食べた。いや食べないでしょ普通に。いや今までほらなんかこう麻婆とかね、うん、いわゆる巷で辛いと言われてるものは食べましたけど、うんうん、あれはね違うかったね、うん、いやもうこれはもう生き物じゃない。あれ食べ物じゃない。食べ物じゃない。ペヤングさんには悪いけどあれは食べ物じゃない。食べ物じゃないですねあれは。ということで、はい、実はあの僕からを、うん、が来る前に、うん、実は家にこれがあったんですね。はい、ペヤングペアペタマックスですね。イエーイ。超ですね。大盛りということで、ついにこれを開封する時が、うん、来ました。一、はい、人では 100% 無理なので、はい、ユウと一緒にレッドグルーバーのユウと一緒に食べたいと思います。ちょっと、はい、まあ、開けてみましょう。はい。いや分かってたよ。重いもん。めちゃくちゃ重い。これもう湯切りのこのすごいなこれ。すごいわ。すごい。ちょっとこれをね、じゃあまあ開封してみましょう。熱いね、どうぞ、くれぐれもご注意くださいということで。まあ、お湯が入ったらさ、これで何キロぐらい？ 2キロないぐらいか。1キロ、うん、1キロぐらいか。うわ。あの、しっかりしてますよ、やっぱり。あの、水がこぼれんように。うん、はい。はい。すごい。なんでこれ？ソースが何個？1個2個。ちょっと待ってください。麺が、ま、この麺が、4つ入ってるよ。やばいな。これだって大盛りぐらいのやつでしょ。大きいですね。大盛りがだから、え、これどまだ、あ、入ってんじゃないの。え、どこなんか大丈夫。大丈夫。あったマッチキー。まあこれが、普通に4つ入ってるという状態ですね。で、ふりかけが2つ、火薬、うん、まあ、火薬からいきましょうか。うん、はい、じゃあ火薬入れましょう。いきましょう、はい、火薬もなんかすごくないですか。すごいよね。重量感マックスですよ、うん、やば。はい、入りました。これじゃない。これ、パパ、これはすげえ。はい、こっち、はい、はい、大丈夫です。それでは、お湯を入れていきたいと思います。すごいな。もちろんこれね一つだと足りないんで、もう一つ沸かしております。いやーすごい。これで半分、ほんと半分だね。すごい。2発目投入。よし、すごい。オッケー。はい、これでこの大きさでも3分なの？3分後です。3分測りましょう。それでいいよ、もう一回切って。はい、それでは、3分経ちましたので、まずは、お湯を捨てに行きたいなと思います。まあ、いい、捨てにね。少々お待ちします、うん、はい、100% 重いと思う。うわ、いきますよ。やばいやば。あ、これやばい。やばい。やばいね。ね、やばい。ちょっと上手にやっていくわ。はい、お願いします。重いぞ。もういけます。待って待って、重い。やけどしないようにしてください。ほんまに重い。いや、あのレベルの、ね、即席麺のカップラーメンの容器初めて見たし、湯切りの袋はもうちょっとの、湯切りのところが壊れてましたからね。重すぎて。はい。でも、やけどに注意して今、山下さん、湯切りしてるわけなんですけども。重いぞ、言う、これ。重いっすか？めっちゃ、筋トレになるじゃん。いやーもう、多分カップラーメン、いや、カップ焼きそば史上一番最大の湯切りなんじゃないかなっていう、ね、市販のもので言うと。お前やな。はい、それぐらいのものなんでね。なんかめっ
ちゃ湯は切りたいタイプだけど、ちょっと怖いな、はい、湯切るの。怖いですか。まあそれは怖いですよね。やけどしますからね。全部バーン、ブホーって出てきそうな。もうこの企画一緒にして悪いですね、こんな。いやもう二人とも朝から何も食べてない、今日の企画のために朝から何も食べてないんですけど、果たして全部完食することができるかどうかっていうところがね。じゃあ、はい。オープンしたいと思います。はい。すごいぞ、これマジで。あつつつつ。これはすごい。給食ですね。あ、確かに。給食の、あれですよ、これ。ちょっとこれ見て。わかる、これ。すごいね。やばいやばい。半端じゃない。じゃあこれに入れましょう。はい。はい。お箸も持っていきますけど。はい。します。半端じゃないな。ソースも市販のやつより全然大きいんですよ。はい。一つ目かけます。いやいやいや。もう二袋ともいっちゃいますか？二袋。半ぐらいで一回止めてもらって。わかりました。じゃあ何か作戦があるそうなので、一袋と半分だけ。そう、あんまり入れすぎたらしんどいかなって今思って。いや、行こうか。行きます。やっぱ行こうか。行っちゃいます。行っちゃいましょう。行っちゃいましょう。さっぱりしてね、ペヤングが美味しいはずですから。はい。はい。すごくギトギトしてて、さっぱりしてますね。他のね、はい、焼きそばよりもという。はい、実は僕はペヤングは本当にあんまり、食べてきてない。関西の人って多分あんまり食べてないんじゃないかな。ここ最近、本当に、この20年ぐらいで僕らは知って、でまあ、やっぱ UFO がね、やっぱり僕らの、UFO ですね。関西圏では強かったのかな、CM とかもね。うんうんうん、さて、これ待って。すごいね。蒸気が。重いよ。まあだから、二郎をね、食べてきた僕らにとって。はい。これはいけるのかどうかということで、うん、いや今日美味しそうですね、やっぱね、うん、もう楽勝でしょ、やばいね、うん、楽勝だね、二郎経験してるんで ね、こんなんもう朝飯前ですよ。今俺が37、ユーが30になりました。30になったね、はい、はい、30代2人がこんなことをしてていいんでしょうか。それではね、どんどん行きましょう。これかけないと美味しくないから、はい、スパイス入れちゃいましょう、はい、入れちゃいましょう、はいはいはい、いやこれなんかほら安心感がある、あのこの間の、うん、あのタンタンの極から食うよりも、そうそうそう、うんうん、じゃあ行きましょう、はいはいはい、ありがとうございます。まああのやっぱ山下はおしゃれなんでね、こういうおしゃれで、はい、ペヤングおしゃれに食べるっていうね、はい、やっぱ行きましょう、はい、はい、じゃあ取ってください、行きましょうか、はい。やばいね。やばいっすね。うーん、これぐらいでペヤング1人前とか、1人前ぐらいな感じしますけどね。もうこれで待ってくれ、うん、これで大体1食分でしょ、うん、まだ1食食べよう、はい、実食いただきます。いただきます。ペヤングのね、このなんだ、ペタマックスを美味しく食べようと思いまして、うん、あえて、もう時間とかかかりません。はい。はい。もう、そこはやめましょう。はい。やめましょう。はい、とりあえず食べましょう。はい。いただきます。うん。うまい。うまいですね、うん。やっぱりうまい。うん。うん。あ、売れてる。ペヤング好きかもしんない。うまいっすね。今までちょっと、うん、あんまり出会ってなかったんで、本当に、はい、うん、うん、来てますね、うん、いい感じに。まあ全然減ってないですよね。すごい、やばいですね。うん、早い。もうこれぐらいあるんで、もうこれぐらい抜けて食べないと。多分これそう、俺もジローもね、はい、いつも止まるなっていうのが、うん、俺の中であって、
ああ、なるほど。止まったら負けるっていうね。うん。で、これも止まったら多分負けるんだろうな。じゃあちょっと、いきます。うん。なんかこのスパイスがすごいちょうどいい感じです ね。うん。ちょっと待ってくれよこれ。うん。これみんな挑戦してたけど、うん、ね、大食いの人はやっぱ食べる、これ 2箱ぐらいいってる人もいたけどさ、うん、普通の一般男性が、うん、まあイカキンとかもやってたけど、はい、もう絶対食べれな、2人で食べれてなかったからね。ああ。あの、はじめ社長とかも、次の日朝昼みたいな。ああ。そうなるよね。まあこれ一回で行くことに意味がある気もしますけどね。だから、一人じゃ絶対無理だと思って、うん、ね、今回、まあ、この体つき見ていただいて分かるように、ね、30歳になりましたけども、まだまだいけると、ね。このキャベツうまいよね。美味しいですね。うん。おー、早い言う、うん。ペースが早いな。うん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 、水分補給も大事ですね。うん。もう本当に。もう全部炭水化物っていうのが恐ろしいですね。いや、ね、ちなみに僕は今日朝ジム行って、うん、ね、まあもうエブリデイダイエットしてるわけですけども、はい、まあこういう企画があるとね、うん、やらないといけない。けど思った以上に、うん、炭水化物はなくて、炭水化物は465.2。うんうんうん、けど、カロリーは4184。ね。まあ、タンパク質はありますから、筋肉に変わります、ね。タンパク質ってどれくらいあるんですか？タンパク質は 57.1。うん。栄養満点ですよ、ペヤングね。満点ですね。うん。待って待って。なんか思ったより減ってきてるの、気のせい？うまいっすね。なんか、まあこれじゃ分かんない、ね。うん。なかなかまだこの味でいけんな。なんか、これ天かすとか入ってたらまた美味しいんだろうね。入ってんのか。入ってんね。うん、汗かいてきましたね。うん、え、今3何杯目？3杯目は入ってるんじゃないですかね。3杯目ですね。やっぱね、高知県人たるもの、僕ら一気でね、育ったら。一気でね。もう飲めない。もう 100% 飲めないのに、飲まされるあの文化ね、うん。はい。まあ今はね、こういうコロナ禍ですから、ダメですけども。まあまあ、やっておりますよ。だから、こういう、我慢は結構強いかもね。うん。だから結構ないじゃん。頑張ってるよ。結構減ってきましたね。結構減りましたよ。まあ、今日時間にしたらまだ10分も経ってないぐらいだと思いますけどね。測ってないですけど、これでも普通に大盛りちょいぐらいはありますね。うん、あー、でもだいぶ減りましたね、本当に ね。それではですね、うん、まあペヤングを時間早食いするわけでもなくね、大食いするわけでもなく、やっぱ美味しく食べましょう、ね、はい、いうことで、
今日はですね、こういった、スパイスをね待ってました。はい、いろいろイエーイ買っております。はい、私たちの高知のね、ゆず、うん、なんだパッと馬路村ということで、ゆず七人ですね、馬路村のね。何からいこうかなと。まぁ、あ、ちょっと、何からいきますか。じゃあ僕はちょっとパッと馬路村かけてね。はい、僕も、やっぱり高知県出身なんで、パッと馬路村からいきましょう。はい、まぁ、あ、ちょっと辛いのでね、ちょっと、お口直ししてね。はい、いただきます。うん、うまい、うまい。うん、あ、これ、いいんじゃない、このセット。もうこれだけでいいんじゃないですか。ね、さっぱりします。柚子のね、香りがすごくいいんで。いけるいける。いけちゃう。やばい。うまいな。これ、馬路村、ぜひ皆さんね、高知で買えますけども、多分ネットでも買えると思います。馬路村で。馬路村ゆず七味でね。ゆず七味、うん、当てるか。うん。パッと馬路村。パッと馬路村で検索していただけるといいかなと思います。ゆず入り七味唐辛子。うまい。これマジでうまい。いや、これ前からね、いろんな料理僕使ってたんですけど、これにいいね。はい。まあ、僕はまたそこに戻るんで。戻るんで。笑えねえ。じゃあガーリック。ガーリックね。あー、きつい。よっしゃ。ガーリック。ガーリックいきますよ。ね。どうですか、ガーリック。濃い。濃い。濃い。じゃあさっきのパットの方がいい。パットがいいね、一番ね。ペヤングにはパット馬路村が一番合うそうです。間違いない。うん、あとね、あともう一個だけ。うん。あと薬膳の十味ね、これうまいんですよ。これちょっと後でやってみます。もうね、結構ね、ボタン外します。はい、ボタン外します。無理。なんかちょっとこう胸焼けがしてきましたね。二日酔いの日の朝9時半って感じですね。よくわかんないですけどね。全然よくわかんないですけどね。ちょっとボタンを外したんで、今、落ちてきてるんじゃないかなと。あ、やばい、これやばい、本当に。ジャンプするという。けど、減ったべ、もう。もうあとちょっとだべ。麺はもうなんかキャベツみたいな感じだね。皆さん、これラストスパートだ。いやいやいや、これで。いやいや、バカよ。じゃあちょっとね、薬膳十味。これすごい美味しいんですよ。うん。うん。あ、これもいい。なんか、あ、和風が合うね。これめっちゃうまい。あ、うまいうまい。やばいね。ちょっと走りすぎたな。で、止まったら負けやぞ。あ、こっちの精神ですね。うんうん。もうけどもうない。もうほぼない。ほら。ね。キャベツぐらい。うわ、来たね。
わ汗がパないもう、除湿がっつりやってるんですけどね、汗が止まらないね。あーきつい。いや、二人でこんなきついとは。後輩頑張ってくれ。はい。いやーきつい。いやでね、食べ物が粗末にしないということで、ちゃんとね、食べないと。うん。それで企画だけでさ、食べ物残してよくないんですよ。やっぱりね。ちゃんと食べると。もう、なんか出てきた。大丈夫か。うん。あ、一番やっぱこれがいいな。うん。まあだろ。ちょっと食べますか、オーディエンスの方たち。食べて。ちゃんと食べて。マヨネーズ。あ、マヨ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 。濃い。卵濃いよね。いやもうもうキムチ。ここまで来たら何もいらない。もうないじゃん。もうない。これもうこれで完食。いやいやませてよ。もうラストスパ。やっぱり、ね、チャンネルはもう、まあ、山チャンネル。山チャンネル。山チャンネルは、ね。これは行くべきかなと。じゃあまずはこうやっぱ若いもんもいかんと。あそうです、ね。8つ違うから、8つ。じゃあ。8つ分はいかないかんだよ。8つ分だけじゃちょっと行かせていただいて、うん、でも最後の締めはもう、分かった。山チャンネルさん。山チャンネル、分かった。お任せしますね。絵面すごいですね、やっぱりね。あ、でも最後の方がなんかこう、キャベツとか薬味が残ってて、うん、あんまり重たくないかも。うん、じゃあ行っちゃってね。まあまあまあ、いただきます。あ、もうそれで行くのね。はい、もう絵的にこっちの方が食べてる感もあると思う。あ、わかりました。はい。うわマジきつ。美味しそう。うん。うん、美味しい。お皿に入れて3杯目ぐらいまで美味しかったけどね。そっからがもう、おお。さすが違いますね、やっぱ若い子は。すごいすごい。あ、もうないですね。はい。はい、頑張れ。え？でも、最後はやっぱり、ね、僕、一番最後に。うん、そうだね。はい。頑張ります。すごい。放送事故が起きないようにね。しっかりと、完食をさせていただきます。はい。食べれたね。コールした方がいいです。いや、大丈夫。まだお前これ残しすぎやないか、お前これ。いや、でもまあ、そんなもんかなと。はい、今ラストスパートかかってくれております。あ、もういけますね。もうちょっとです。頑張ってください。いやいやいや、いやもう行ったんで。いやもうバトン。いや見て、ここはバトンを。バトン、バトンお願い。もうバトンに言われたらもう行くしかないです。ああ、こいつすごい。今いろんなこと思い出したもん。食べながら。この15分間ぐらい食べたんじゃない？うわ。あ、でももうちょっとですね。でも野菜だけです。もう。いや、なんか野菜だけが使った妙に。タレがね、染みてるのがやっぱ一番下に来てますから。最後がなんかすげえ重いって言うて。ね。うわ。これも明日のお昼までご飯いらないですね。マジで。で今から多分ユウは二郎に行くんじゃないかなと思いますけど。
いや、きつい。マジできつい。びっくりした。残り、いや、最後にやっぱ花を先輩に持たさないといけないっていうふうに私は。まだ。わかっ、思う、あ、勉、教えられてますんで。ラストね。はい。これきつかなかった。キャベツきついですね。タレが絡んだキャベツ。タレと油か。いや、これ、ちょっとね、これ食べんでいいとこじゃない？いや、そんな、それはもう、食べた方がいいと思います。あ、スプーン。あ、でももうちょっと。いや、言ったら、この土産の鉄板にちょっと残ってるカスみたいなやつがあったあ、もうですね。うん、よっ、よっ、うわー、やったぞありがとうございました。ペヤングは皆さん、美味しく食べましょう。ね。高知の宣伝です。私、高知の観光特使もやっております。パッとうまじ村があります。ペヤングさん、ぜひ、パッとうまじ村とコラボしてください。あ、そうだよ。このチャンネルを見る人いるかな？見てくれたら嬉しいな。パッとうまじ村、よろしくお願いします。ありがとうございました。さよなら。